チャプター7、レッスン9、カラーコンプレッサーを使って絵を修正しようということで、今回はですね、カラーコンプレッサーというエフェクトを紹介したいと思います。使用するのはこちらのクリップになります。紙面は236ページですね。はい。で、こちらのクリップなんですけれども、まあ、撮影の時にですね、こう、絵を考える、絵を決める、まあ、絵を作るっていうのは非常に大事になってきますが、どうしてもですね、そこに抗えないもの、それが、まあ、自然の力だったりします。天候とか、まあ、ここで言うと、まあ、天気ちょっと曇りだったので、まあ、日差しとかっていうのは少ないんですけれども、あとは、まあ、季節とかですね。季節や気温とか、そういったところはなかなか、人工の力ではどうにもならなかったりします。で、まあ、今回それでちょっとお伝えしたいのが、この芝生の具合ですね。ここがちょっとこう芝生、だいぶこう緑生い茂ってはいるんですけれども、土の部分がちょっとこう露呈されていて、なんかこう少し残念な部分を感じるところがあります。ちょっと土が見えていて、まあ、芝生がちょっとこう剥げちゃったりしてるような感じですね。で、こういったところをですね、カラーコンプレッサーっていうものを使ってちょっとこう補正するというか、まあフォトショップするようなイメージに近いんですけども、ここに、芝生をちょっと生い茂らせてみようかなというふうに思っています。はい。で、まずですね、カラーコンプレッサーとはっていうものなんですけども、コンプレッサーというのは、コンプレッサーというのは、まあ、英語で言うと、まあ、圧縮するっていうような意味合いになります。ここの選択した部分を別の箇所、例えばこの辺の生い茂ってる部分の色合いとか輝度とかサイドとか、それらを使って、このちょっとハゲハゲになっちゃってるところを、まあ、圧縮する、こうフォトショップで似たような感じに、するみたいな雰囲気なんですけれども、まあ、ピンとこないと思いますので、ちょっとまあ前置きの説明はもう省いて、早速一度やってみたいと思います。で、その前準備として、まずここで選択範囲を決めてあげる必要があります。ここでウィンドウを使って、ウィンドウのこのペンのマークを使って、ざっくりとコンプレッサーかけたい場所っていうのを、ちょっと大まかに選択してみましょう。どうしようかな。まあ、こんな感じでいいとしますか。はい。そして一応ハイライトで確認をして、ここの境界がくっきりしちゃってるので、またソフトネスかけて少し柔らかくしておきます。はい。こんな感じで OK としましょう。早速エフェクトのところで検索でカラーコンプレッサーと打ちます。そうするとリゾルブ FX のカラーのところにカラーコンプレッサーというものがあります。これ入力せずに探してみましょうか。あ、一番上ですね。リゾルブ FX のカラーの中で、ここにあります、カラーコンプレッサー、すぐのところにありましたね。これをノードに適用させます。はい。そして、このエフェクトをですね、適用させただけですと、特に何も変化がない状態になっています。ここで紙面ですね、紙面の238ページの方に移動します。今選択している範囲がここのエリアになっています。で、ここでですね、ターゲットカラーというのをまず決めます。ここでちょっと茶色くみすぼらしくなっちゃってるところを緑にしたいっていうわけなので、ここのカラーコンプレッサーのターゲットカラー、このピッカーを使って近づけたい緑の色を選択します。そうですね、ちょっとじゃあ濃いめの緑をあえて選んでみましょうか。この辺ですね。はい。で、まだ何も変わっていません。そしたら今度見ていくのは、色相圧縮、サイドを圧縮、輝度を圧縮という、3つの内容になります。まず色相圧縮ってどういうことかっていうと、今ここの
茶色っぽい色をこの緑の色相にギュッと近づけるっていうような雰囲気です。一度やってみます。ちょっとわざと一番マックスまで動かしてみましょう。はい、そうすると、この変化わかりますでしょうか。このピックアップした緑のところに色相を無理やりグッと圧縮してるっていう感じになります。じゃあこれあえてちょっとマックスにしておきます。次サイドですね。この選んだ色の部分の今度は色相じゃなくてサイド、ここのと同じサイドに近づけるというわけです。はい、まあ逆にちょっと薄まったような感じかもしれないですね。はい、そして今度輝度を圧縮で、この3つ目最後の部分をマックスにすると、これ全部マックスになったことになります。そうするとどうなるかっていうと、これと全く一緒の色になるっていう意味です。一度輝度圧縮してみます。はい、そうするともうこんな風にベタ塗りになります。ピックアップしたところの色相、サイド、輝度すべて、圧縮して、結局これと同じ色がここに塗られちゃったっていう感じですね。なんでこれはもちろんやりすぎの例なので、一度リセットして、ちょっとまあ程よくですね、色相とかも動かして、サイドも動かして、で輝度が結構変わるんですね。イメージ的にこの明るさの部分圧縮する感じになるので、だいぶこう激しく変化するので、ちょっと輝度は抑えめに、色相もちょっとやりすぎないぐらい、サイドもばらつきがあっていいと思います。でですね、まあ、このちょっと境界線、邪魔なので一回オフにしておきます。この状態でオンオフ一度してみて変化を見てみましょう。そうするとこれ全画面にしてみますね。はい、これがビフォーです。そしてアフター、ビフォーアフター、まあ本当にちょっとなんですけれども、パッと見の印象でやっぱり緑がこう増えるので、このパッと見の印象で結構変わるのかなという印象ですね。もう少し、色相とかもちょっと強くしてみましょうか。今回は一回教材なので、まあ、分かりやすさでやりすぎぐらいがちょうどいいのかもしれないので、はい、こんな感じです。こうすると、だいぶもう茶色の印象が消えるんじゃないかなっていうぐらい緑に圧縮しました。でこういうふうにバランス取りながらやっていくっていう方法ももちろんなんですけれども、その他にちょっともう気持ち強めに全体感かけて、はい、でこの全体感気持ち強めにかけた後で、この全体のブレンド、いつも出てくるやつですね、これをちょっと下げてあげる。ゼロにすると元に戻っちゃうんで、こう例えばこう 70% ぐらいとかにしてあげて、はい、これでだいぶいい感じじゃないでしょうか。これで土感がだいぶ消えて緑になったと思います。はい、これいろんなところに使える面白いエフェクトだと思います。ぜひですね、試してみていただければと思います。それから練習用教材の方では、この素材も使っていろいろとやってます。ちょっと前回のレッスンのままが残ってるので、ぜひですね、あの練習教材の方も見ていただければと思うんですが、練習教材では何をやってるかっていうと、これですね、パラレルノードをいっぱい作って、はい、あ、レイヤーノードにして、ミキサー、レイヤーミキサーノードに変更しておきます。ちょっとどっち使ってるか忘れちゃったんですけども、ここで、細々とですね、この辺の茶色い部分っていうのを消し込んで、ここをまあなるべく綺麗な草原みたいにしようっていう目論みで、ウィンドウを使って、まあいっぱいこう選択をしてます。こんな感じのが一つ、それから二つ目に、この二つ目にこのあたり、二つ目にこのあ
たり、で3つ目でこの辺でですね、これなんでこういうふうに一個一個分けてるか、同じノードでやっちゃえばいいのにって思うかもしれないのですが、なぜこう分けてるかというと、一応理由がちゃんとありまして、それっていうのが、このコンプレッサーかけたい場所、例えばここの土の部分とここの土の部分、やっぱり明るさとか色とかが違うんですね。なので同じノードで圧縮しちゃうと、ここもここもここも同じ色で圧縮されちゃいます。なので、このカラーコンプレッサーかけた時に、ターゲットカラー出てくると思うんですけども、この、ここですね、ここをとターゲットカラーはこの箇所と近しいところで選んであげるとよりナチュラルに馴染むと思います。例えばここなんですけど、ターゲットカラーをこっちの暗い部分の緑にしちゃうと、ここ暗い緑でコンプレッサーかけられちゃうので、まあ、そういう意味でターゲットカラーかけるときは、なるべくここと近しい緑を選んであげると、自然な感じでやることができます。ちょっと試しに一回オフにして、これだけですね。ソフトネス全然かけてなかったですね。ソフトネスも忘れずにかけた方がいいと思います。はい、でここをやるときはターゲットカラー近くのこの辺選んでもらって、色相サイド輝度圧縮をかけていって、でうまいことブレンドさせて見てみると、はい、まあちょっとですね、気持ち程度ではありますが、はい、ちょっとこう圧縮してます。もう少し分かりやすさ出しましょうか。輝度をやるとちょっとわざとらしさが出るので、輝度弱めで色相とかをちょっと強めにやってみます。はい、これでだいぶ土の印象が消えるのかなと。それからここ見てみましょう。ここ結構範囲大きいですね。ここもコンプレッサーかけて、あ、それから、ソフトネスもグッと上げといて、でコンプレッサーでなるべく近しいところの緑、そして色相を圧縮、圧縮されてますね。はい、グッと。で輝度はちょっとで、ブレンドも少し具合見ながらやっていくと、はい、ビフォーアフターこんな感じです。こういうふうに、まあ塗り絵みたいな感じでですね、やっていくと、この辺のボツボツしたところっていうのを、まあ印象を消し込んでいって、綺麗な緑っていうのを作ることができると思います。練習教材もこういうふうになってますので、ぜひいろいろ試してみていただければと思います。はい、これでレッスン9の解説は以上になります。